木の浜1号機の水中映像どうぞ。琵琶湖ガイドの
こじこじこと小島明久です。木の浜1号機のミドエッジと、名鉄の沖の導水管の水中映像を撮ってきたんですけども、目で見た感じもやっぱり濁りがもうちょっと取れてるかなっていう感じがすごいします。まあ、クランクですごいついてる時もあったんですけど、もう次第に反応が薄くなってきてます。なのでシャットとか、今やってるのはあのスライダーの3分の8のダウンショットでパズは釣れてるんですけども、クランクとかちょっと強い釣りガーッと巻いてくるのはちょっと反応が鈍いんで、タイミングを見て、風吹いたタイミングとかベイトが入ってる、そういうのを見ながらクランクベイトとか、アルバマを巻いてます。狙ってるエリアはもう本当にざっくりフィードエッジ3メーター、4メーターぐらいのフィードエッジを流していく感じ。そこにまあベイトフィッシュが絡んでるとか、ちょっと濁りが停滞してるなっていうところでは結構反応があるので、皆さんぜひ試してみてください。バイバイ。